秘宝巨人のポジ要素、ガチでない。巨人が最下位に転落した単独最下位は、高橋由伸前監督政権の18年6月9日以来5年ぶり、原政権では12年4月25日以来、11年ぶりとなった。弱い上に老人球団な模様。マジでどうしたん？何がどうなって先発陣があんなことになってんの？優勝した2020年のローテ、菅野戸郷、田淵サンチェス、高橋メルセデス。たった3年前なのに、今もローテにいるのが戸郷だけやからな。オフに松田を取ってたけど、巨人ファンからしたら嬉しかった？全然、なんなら長野もいらんと思ってた。腹の神通力が切れとるな。ただ切れた原因は若手使わなかったからじゃなくて、坂本外したからやが。投手は戸郷と大勢しかおらん感じ。おらんで。あ、やっぱそうなんか。なんで去年ちょっと出てきた投手がいきなりいなくなるの？新人たちはどうしたんだよ。去年続々と初勝利上げてウキウキだったのにな。先発は去年の時点でローテの6番手がギリギリ務まるか、どうかの育成度合いの若手が4人くらい初勝利しただけだからな。中継ぎはマシンガン系統で壊れて消えていく。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。